エアマックス95エアマックス狩りとは、スポーツ用品メーカーのナイキ製のスニーカー、ナイキエアマックスを履いた人物を、複数の若者が徒党を組んで、襲撃、暴行し強奪すること、ナイキ狩り、マックス狩りとも言われた。1990年代中頃、スニーカー人気が爆発的に高まり、本来運動靴であるはずのスニーカーに異常なほどのプレミアム価格が上乗せされ、定価より、 はるかに高価で取引されるようになっていた。特に1995年に発売されたエアマックス95は大人気となり、1998年までの約3年間は生産、販売が追いつかない品薄状態が続いたため、非常に高額で取引されるようになっていた。販売店によっては、中古の場合で十数万円、新品の場合は60万円程度の価格をつけた。 ケースもあるとされる。新品だけでなく中古品であっても、かなりの高額で取引されたため、エアマックス95を履いた人物を襲撃、暴行し奪い取る事件が頻発し、エアマックス狩り、マックス狩りと言われ、社会問題化した。奪い取ったエアマックスをそのまま犯人が着用する場合もあれば、転売されるケースもあった。また、強盗を意味する狩りだけではなく、 単なる盗難や偽造品の販売も横行し、偽造品販売は暴力団の資金源ともなっていた。強奪や転売だけでなく、エアーマックスのエアーの部分を鋭利なもので差し支えなく、するという行為もあった。21世紀突入後は、人気のスニーカーに多少のプレミアム価格がつくことがあっても、犯罪を犯してでも奪い取るほどの異常な高額ではなく、また、スニーカー自体の人気も、 当時ほどではなくなったことからあまり行われなくなっている。ありがとうございます。